よろしくお願いします。はい、お預かりいたします。ありがとうございます。はい、本日は、全体的なプロポーションメイキングということでよろしかったですか？はい。特にお気になっているところなどございますか？気になっているところは上半身がすごく痩せていて、もっとこう女性らしいふくよかな体つきにしたいんです。そうですか、はい、でもすごく全体的にバランスが取れてらっしゃるように見受けできるんですが、もう少しこう、胸や二の腕やこう女性らしいラインを出したいんですけれど、なるほど、はい、何かご自宅で、そのようなマッサージとか何か運動ですとかされてらっしゃいますか？今は何も特にはい。普段のそうですね、例えばお食事、食生活などをお伺いしたいんですが、バランスよくとってらっしゃいますか？夕食はきちんととってはいるんですけど、朝昼は不規則です。じゃあ食べたり食べなかったりとか、はい、そうなんですね、うん、お風呂とかで湯船に浸かったりされてますか？いえ、ほとんどシャワーで済ましてしまって。そうですね、そういたしますとやはり、はい、奥の部分が冷えていて代謝が落ちていて、まあ、それがきっかけで自律神経がバランスが取れなくなってしまって、女性ホルモンの分泌に影響したりしますので、今日はしっかりと体を温めて、はい、温暖効果のあるコースをご用意しておりますので、そちらでしっかりとマッサージをしながら、あとは皮下脂肪などをよく揉みほぐして、そちらをこうバストの方に持っていって、少しでもバストに張りが出るように今日はマッサージを行わせていただきますが、はい、よろしいですか？はい、あ、すいません、はい、上半身はふくよかにしたいんですけれど、はい、足は今のままスラッと長くしたいんですが、はい、今先ほど拝見した感じですとすごく細いのですが、さらにこうほっそりとむくみを取ったりとか、はい、そのような形でよろしいですか？はい、お願いします。わかりました。よろしくお願いします。はい、お願いします。全体的なプロポーションメイキングということでよろしかったですか？はい。特にお気になっているところなどございますか？気になっているところは上半身がすごく痩せていて、もっとこう女性らしいふくよかな体つきにしたいんです。そうですか、はい、でもすごく全体的にバランスが取れてらっしゃるように見受けできるんですが、もう少しこう、胸や二の腕やこう女性らしいラインを出したいんですけれど、おりますので、そちらでしっかりとマッサージをしながら、あとは皮下脂肪などをよく揉みほぐして、そちらをこうバストの方に持っていって、少しでもバストに張りが出るように今日はマッサージを行わせていただきますが、はい、よろしいですか？はい、あ、すいません、はい、上半身はふくよかにしたいんですけれど、はい、足は今のままスラッと長くしたいんですが、はい、今先ほど、なるほど、はい、何かご自宅で、はい、そのようなマッサージとか何か運動ですとかされてらっしゃいますか？今は何も特にはい。普段のそうですね、例えばお食事、食生活などをお伺いしたいんですが、バランスよくとってらっしゃいますか？夕食はきちんととってはいるんですけど、朝昼は不規則です。じゃあ食べたり食べ、よろしくお願いします。はい、お預かりいたします。ありがとうございます。はい、本日はなかったり、はい、そうなんですね、お風呂とかで湯船に浸かったりされてますか？いえ、ほとんどシャワーで済ましてしまって。そうですね、そういたしますとやはり、はい、奥の部分が冷えていて代謝が落ちていて、まあ、それがきっかけで自律神経がバランスが取れなくなってしまって、女性ホルモンの分泌に影響したりしますので、今日はしっかりと体を温めて、はい、温暖効果のあるコースをご用意して、